パイを叩いていこうというところ、4番坂本が誘導員をかわす。さあその後ろは7番の大森が続いて5番の村本ですが、現在は3番手の内側あたり、6番手の位置に3番の川上が下がって、8番手が9番の福田になりました。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。さあ仕掛けていったのは3番の川上、合わせて踏んでいくのは4番の坂本。さあ坂本と川上の先行争いになっていく。4番の坂本が突っ張り切るか。しかしさあ3番の川上も並んでこようという体勢、バックストレッチ、4番の坂本懸命に頑張る。これを力でねじ伏せたのが3番の川上。後ろは7番の大森が続く形になって、さらには2番の工藤と続いている。4コーナーから直線、川上が先頭、追ってくるのは大森、さらには2番の工藤も伸びてくるが、大森突き抜けたゴールイン、2着2番の工藤。